みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。今回はこちら、ホットの新製品、ロトというエフェクターを皆様にご紹介させていただこうかなと思います。ロータリースピーカーシュミレートという言い方が正しいかどうかわからないんですけど、まあ、平たく言うとなんかこう音がなんかシュワシュワという感じで、なんかこ うねるような、なんかそういうエフェクターでございます。で、今回も恒例の画面、ドン、ズババババーンと、ピクチャーインピクチャーで、お手元もお見せしながらやっていきますので、よかったら参考にしてみてくださいませ。ということなんですけれども、そもそもロータリースピーカーって何よっていう話になるじゃないですか。ロータリースピーカーって何やろかと。平たく言うと、なんかこうスピーカーがこうぐるん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 と、こう回るわけですよ。で、何が起きるかというと、音の聞こえ方が変わるので、なんか独特のうねりとかが生じて、なんかこう、面白かったり、かっこよかったりとかするとか、なんかそんな感じの現象なわけです。てなわけで、ちょっと実験です。私の iPad Air 2、スピーカーはここについております。なので、音源をポチッと再生して、僕が一生懸命この iPad を回せば、まあ、ロータリーもどき効果が得られるはずだと。まあ、僕がロータリーしてるんで、まあ、もどきじゃなくてロータリー効果なんですけれども、どんな音の聞こえ方が、聞こえ方をするのか、ちょっと実験してみましょうか。いきます。再生ボタンをポチッといきます。で、僕が回すと。どうでしょう？違いますか？止められない。こんな感じで、スピーカーが移動することによって音の聞こえ方が違うということは、なんとなく分かっていただけたかと思います。で、これをそのエレキギターとかオルガンとかでやろうとすると、スピーカーをこの回す装置とかが必要になってくるので、まあ、いささか大変だということです。まあ、人力でやってもいいんですけれども、まあそのね、装置を使って電動で動かすので、まあ、大掛かりな装置が必要になってしまうと。でも、そういうのを使わずに、なんかもっとこう手軽にやる方法はないのかなという感じでこういろいろこう模索していたら、どういうわけかこんな小さくなってしまったと。それがまあ今回のホットの新製品、ロトでございます。まあ、シミュレーターなんで、まあ、この中でその再現をしてくれているわけなんですけれども、相変わらずまあこんな手のひらサイズで、ね、なんか 190g ぐらいで、なんかそんなに小さくしなくてもいいんじゃないのかなというぐらいのレベルで、今回も小さいです。で、思想環境としておなじみのビル・ローレンスからこのロトに行き、で、ホットのブリティッシュ・インベーションとホットのキャビネットを使って、ホット音尽くしな感じでちょっと音を鳴らしていこうかなと思います。それでは、まずクリントーンからスタート。エフェクターをオンにしてみます。どんな音になるでしょうか。えい！わお！めっちゃシュワシュワしているのがわかるかと思います。ちょっとコードを弾いてみましょう。こんな感じです。ちょっとエフェクターを消してみましょうか。なんか音の広がりが全然違いますよね。オンにすると。すごい横にこうぐわっと広がった感じはしませんか。で、まあ、こうやってコードを弾いていくのもいいんですけれども、まあ、単音を弾いても面白いと。単音を弾いてみましょうか。
あ、こんな感じになると。もちろん消せば、広がりがなくなる感じです。で、意外とカッティングとかも面白いなとなんか思います。このエフェクターがそのダイナミクス、大きいところと小さいところを、ね、この音量をバババッとこう、ね、振り分けてくれているんですけれども、もちろん僕の意図しないところでそのダイナミクスがついてしまうと。でも、その意図しないところのダイナミクスが邪魔っていうわけではなく、意外と面白かったりとかするんですよ。ちょっとカッティングをしてみましょう。カッティング。カッティング。どうでしょう。これを切ると。こんな響きですけども。ロトをオンにすると、なんかまた広がりがぐわっと出てきても、なんとなくわかるかと思います。そんな感じでございます。で、今、クリーントーンでやってますけど、もちろんこれを歪ませても面白いわけですよ。アンプの方で歪ませてみましょう。ちょっとがっつりめに。歪ませています。エフェクトオフの状態だと、まあ、普通にこういう音。オンにすると、こんなんでございます。単音で弾くと。こんなん、カッティングしてみると。こんなんとか。まあ、こんな感じの音なわけです。こういうのも結構面白いですよ。こんな感じです。まあ、コードっぽく弾いても。なんかこんな感じのわけでございます。切るとやっぱり広がる。
なんかこう武骨な感じになりますけれども、オンにすると、まあ、こんな感じで、シュワ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 と音の広がりを出してくれるという感じです。ちょっと軽くこのつまみの説明もさせていただきますと、このスピードというつまみを上げると、速度が上がります。で、このインテンシティというつまみを上げると、この波が深くなります。で、このカラーというつまみを上げると、ちょっと今回説明書がなかったので、これ何のつまみだかわからないんですけれども、僕が思うに、このシュワシュワする部分が変わるのかなという感じです。こんな感じ。で、このバイブというスイッチを入れると、この音量は大きい、小さいだけじゃなくて、この音程の変化ですね。コーラスっぽい変化を加えることができます。ちょっとオンにして鳴らしてみますと、こんな感じ。音程が変化しているのがわかりますでしょうか。上がったり下がったり、上がったり下がったり。なので、これをあんまりきつくしすぎて、スピードとこのインテンシティを強いままで弾くと、ちょっと音痴っぽい感じになっちゃいます。ちょっと特殊効果っぽい感じですよね。なんでこう、コードとか音程感のあるプレイをするときにはかけすぎ注意という感じです。もうちょっとゆっくり、バイブをこのオンにしたまま、もっと緩やかな感じでやってみましょうか。スピードも緩やかにして、インテンシティも緩やかにして。このぐらいにすると、聞きやすいんじゃないのかなという感じでございます。いい感じでこの揺らぎを与えてくれるわけでございますよ。まあ、そんな感じで、クリーントーンでも弾いて、まあ、歪ませても弾いて、ちょっと一通りいろいろバババッとやってみました。これを強く弾いてやってみれば、またこれはこれで面白いですし。になるわけでございます。まあ、最近、ホットーンのエフェクターって本当にいろんな楽器屋さんで見かけるので、まあ、皆さん の, そのお近くの楽器屋さんを覗いてみれば意外とあるかもしれません。まあ、もし見つけたら、ちょっと楽器屋さんでポチポチ試奏してみると、これまた面白いのかなという感じでしょうか。はい。とりあえず、まあ、そんな感じで、今回はホットーンのロトのご紹介でございました。機会があったら、ちょっと鳴らして遊んでみてくださいませ。さっき言った通り、意外とカッティングしてみてもすごく面白いと思います。それでまた違う動画でお会いいたしましょう。さようなら。